ドド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 ド。こんにちは、いきおさんです。今日はですね、ブラックアウト2021でお迎えした青かな蛇のペアたちにちょっとね、給仕をしていきたいなと思います。で、今回使っていくのはヨーロッパイエコオロギのすっごいちっちゃい SS サイズっていうね、もうほんと生まれたてぐらいのコオロギを与えてるので、まあもうほんとベタ慣れすぎてピンセットからも食べるんですよ。だからすごいから、ちょっとね、見てほしいなと思って今回動画にしました。それでは行きましょう、どうぞ。はい、それではね、青かなヘビちゃんたちをちょっとね、撮影していきたいなと思います。ちょっとね、このカメラがね、結構ね、難しいんだよね、カナヘビ撮んのって。すごいね、カナヘビってちょろちょろしてるから、結構難しかったね。あ、今ね、食べましたね。この緑色のがメスです。メスの方がね、結構、もうピンセットにも完全に慣れて、こんだけもう追いかけるぐらいの感じで、もうめちゃくちゃ慣れてくれてます。お迎えして3日後ぐらいに初めて餌を与えてみたんですけど、もうね、初日からピンセットでしっかり食べてくれました。ほら、追いかけて食べに来るのめっちゃ可愛いよね。あ、やっとピントが合いましたね。食べた後はね、こんな感じで長い舌を使って口の周りを拭いていきます。なんかこういう姿を見るとすごくね、ちっちゃくなったマングローブモニターに見えますねすごいね、顔とか体つきとか、まあ、足の感じとか、こう尻尾の長さの感じとかもすごい似てるんで、なんかちょっと同じ系統なのかなっていうふうに思いますね。はい、こんな感じでね、もう追いかけるぐらいの勢いでバクバク食べていってます。だいたいこれ毎日与えてますね。はい、あれあれピンセットピンセットよ、それ。はい、よく食べましたね。ピンセットを間違えて食べてますね。こんなカナヘビいる？本当に。やばいよね。いやー、いいね。めちゃくちゃ食べてくれてますね。おお、そろそろお腹いっぱいになってきたかなね。はい、今度ね、緑色じゃない茶色っぽい方ですね。こちらはオスです。なんかこっちの方がね、ちょっとやっぱ神経質なんだよね。だからちょっとね、ピンセットで与えるときは結構お腹空いてるときじゃないと食べないとか、こう生き餌がちゃんと動いてるときじゃないとしっかり食べないとかね。まあ、カナヘビって死骸も食べる習性があるみたいなんで、死骸とかもね、たまに与えたりするんですけど、まあ、死骸はやっぱり相当お腹空いてる時じゃないと自分から食べに行かないって感じで、まあ、あの緑色のメスの方はね、あのピンセットでも死骸もちゃんと全部食べてくれるような子なので、あ、ほらほらほらもう餌で釣れるのよ、この子めちゃめちゃ可愛い。あ、ちょっとね、あの、メスの方のコオロギ奪おうとしてたんで、間に入りました。もうお腹いっぱいじゃない？メスは。オスはね、基本的になんだろうね、食がちょっと若干やっぱ細いのかなって感じですね。やっぱ体格差も全然違うし、オスの一回り二回りは全然、あのメスの方が大きいので食べる量とかも全くやっぱ違うし、うん、やっぱそういう違いがあるんですかね。まあ、それか私が見てないところでね、ちゃんと食べてるのかっていう感じですね。はい、こんな感じでその後はバスキングして、寝たりとかもね、よくしてます可愛いですね。はい、いかがだったでしょうか。めちゃくちゃベタ慣れでね、ちょっとね、可愛すぎるんですよね。なんか性格的には見た感じ、緑色のメスの方は
結構何でもありみたいな感じなんですけど、そこまで神経質じゃないしね、そんな感じなんですけど、オスの茶色っぽい方はちょっとね、やっぱり神経質だなっていう風に思いますね。まあ、慣れっていうところもね、全然あると思うし、まだ1ヶ月、うちに来て1ヶ月も全然経ってないっていう子たちなので、まあゆっくりゆっくりね、慣れてもらって様子を見ていきたいなと思います。で、青から蛇の飼育に関してなんですけど、朝晩ちゃんとね、水で霧吹きしてあげると、壁とかについた水滴をね、自分で舐めるんですよ。それで水分補給はしっかりとできてるのかなっていう感じで、あとは今ちょっとベビーなので、コオロギを基本的に毎日、ピンセットから与えるようにしてます。でたまにこうやってねカルシウムパウダーをつけてあげるんですけど、やっぱねパウダーが好きじゃないみたいで、思ったのがレオバイトって覚えてますか？私はこの前ねすごいいい指向性の高いコオロギを 95% 使った人工飼料があるっていう風に動画内で紹介したと思うんですけれども、なんかそれにカルシウムパウダーを振ってで、ピンセットから与えてみたらどうなんだろうっていう風に思ったので、まあ、カナヘビにも使えるのかどうかっていうのをね、またね、検証をしていきたいなって思うので、また青カナヘビの動画が見たいなって方は、引き続き動画出していきますので、ご覧になってください。最後まで見ていただき、ありがとうございました。いいな、面白かったよって方は、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。まあ、青カナヘビこれからもね、繁殖目指すように頑張ってペア育てていきますので、応援よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。